はい、えー、昭和40年代男の私が語ります昭和映画の時間でございます実はね今回紹介するこの「故郷」っていう物語なんですけども前回お話しした家族という山田洋次監督と監督ももちろん一緒なんですけどもキャストもほとんど一緒ですもう本当にね同じ家族がパラレルワードにいたんじゃないかなっていうぐらいですで今度のこの「故郷」というねふるさとという物語はあのー、広島県の私も大好きな倉橋島が ステージになってます。倉橋島で、まあ、いろんなことをしながらね、やっていくご家族が、もう、倉橋ではもう食べていけないよという現実に、こう、出会うわけですよね。まあ、というのが、倉橋からも人がどんどん離れていって、産業が失われ、それから、あ海外との交易も盛んになっていって、この故郷に出てくる主人公たるこの家族っていうのはね、あの、船乗りなんですよ。船で、えー、採石場の石を運んで、 生計を立て,てるんですけどもだんだん仲間のおそうやったね輸送船も商売を失って廃船になっていったりとかそれから、あのー、当時船が、ね、木で作られていたんですけどもちょうどあの鉄で作られた船に入り替わる時だったんですよでお金のある人は鉄の船に乗り換えてまた大きな商売に向かっていくんですけどもやっぱりね普通の爪に火を灯すように暮らしてらっしゃる方はその木造船ですらね維持するのが大変で もううななのをだましだまし使ってるっててるいう現状なんですよとても買い換えるお金ないんですよね。まあ、ですんでボロくなった自分とこの船をもう廃線にして商売を投げ打ってしまうっていう選択しか現実残されてないんですよ。でそうなると代わりの仕事が島にはありませんからもう街に出ていくしかないなってことで呉の製鉄所に就職することになるわけなんですよ。でそういった 生きていくために自分の故郷を捨てなければならないっていうところが物語の中核になってますよね。まあ、その中で仕事は変わっても自分の土地を捨てても家族ってものを養っていくそしてその家族が新しい土地で新しい仕事の中で暮らしていく中で新しい現実や新しい日本に出会っていく、まあ、そんなところがこの物語の中核になってるんじゃないかなと思いますラストシーンの方ではですねやっぱりこれから どういうふうにこの家族がなっていくのかいろいろ想像しますけどもでもこの家族の数十年後を生きている私たち令和4年の今日この夏としましたですね全ての答えを見てるわけじゃないですか皆さんの働きは今の私たちの豊かな暮らしにつながっているよだから俺たちも次の時代に何かバトンタッチできるもののために歯をくば食いしばっていくからねっていうふうに私は感じてしまいましたねえー、ということでございましたあふるさと またこれもメルカリとかなんかで買えるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。